はい、どうもプー太郎です。このチャンネルでは今年のプロ野球ドラフト会議での上位指名候補選手を中心にプレーを詳細に分析した辛口解説動画を上げていきますのでよろしくお願いします。現在は高校生の解説動画を出しているところになります。ということで今回は球の角度と変化球の完成度が際立つ高校トップクラスの右腕、滝川第二高校の酒井陽翔選手の解説になります。それでは早速解説していくんですが、大きく3つのパートに分けて説明していきたいと思っています。まずはプロフィールを紹介して、その次に投球内容の分析、最後に評価の発表という流れでいきたいと思います。そして注意事項ですが、この動画はただの野球好きの素人による解説になりますので、内容に関しては1ミリも責任を持てませんのでご了承くださいませ。はい、それではいきましょう。はい、それではまずはプロフィールを紹介していきたいと思います。酒井陽翔選手は右投げ右打ち、186センチ84キロの投手になります。ということで長身細身の投手体型です。マウンドで見ると2年生の時から若干でかくなった気はしますが、体質的にそこまで筋肉はつかないタイプな気はします。またこの選手は2年生の時点ですでに投打でチームの中心選手となっており、特に投手としては早い段階から評価が高く、今年のドラフトの上位指名候補として名前が挙がっていた選手でした。途中で監督が交代したりいろいろありましたが、最後の夏は甲子園出場とはいかなかったものの兵庫県ベスト4を達成し、この選手に関しては現時点の力を出し切った夏だったと言ってもいいのではないかと思います。それでは今年の高校ナンバーワン右腕の呼び声もあるこの投手について、果たしてドラフトではどのような位置づけになるか、そしてプロではどのような選手になっていくと考えられるか、私なりに考えていきたいと思います。では投球分析ということで、まずはフォームから解説していきたいと思います。この投手は足を上げて静止し、下半身ではあまり粘らずオーバースローで投げ込んできます。ということでやや重心が高い代わりに、この身長から投げ下ろしてくるので低めの球には角度が感じられ、打者は打ちづらさを感じるでしょう。ただ細いこともあり、フォームから躍動感があまり感じられず、腕の振りもあまり強くないのは気になるところです。筋力不足なのか下半身の粘りもいまいちで、体全体を使えていない印象です。また体格を見るとまだいくらでも速くなりそうな大型投手ですが、この1年であまり速くなっていないのも気になるところです。腕が体から早めに離れるので、腕に力が伝わりきっていないのが要因になっていそうな気はします。詳細はここから見ていきたいと思います。では次に直球を解説していきたいと思います。まず球速は常時140キロ前半、マックスで148キロになります。球質は特に特徴はなく普通だと思いました。右バッターに対する制球はアウトコースは周辺には集まりますが、特に力むと真ん中高めに抜けがちなようです。インコースはほぼ使ってこないですが、逆球が結果的にインコースに決まることも多いようです。左バッターに対する制球はアウトコースはおおむね集まっています。インコースもある程度投げ切りますが、中に入ってくる球も散見されます。ということで角度のついた直球をしっかり低めに集めてきます。特に対左バッターのインコースに投げ切れるのは好感です。ただし力を入れると球速は上がりますが、引っ掛けたり腕が体から離れて抜けがちなようです。また球速的には2年生からほぼ変わっていないですが、だいぶ伸びのある球になってきたと思います。ただ高校レベルでも圧倒的と言えるほどではなさそうで、高かったり甘く入ると依然簡単に捉えられてしまうのは気になるところです。続いて変化球の分析になります。球種はここではカットボール、ツーシーム、フォークの3種類を取り上げたいと思います。まずカットボールですが、球速はおそらく130キロ中盤、変化量は多い、変化タイミングは遅い、制球力はいいと思いました。2年生時点でほぼ完成していた打者側で鋭く縦に曲がる一級品のカットボールになります。対右バッターのアウトコース、対左バッターの膝元に集まり、ワンバンするぐらいでも空振りが取れています。次にツーシームですが、球速はおそらく130キロ前後、変化量は普通、変化タイミングも普通、制球力も普通ぐらいだと思いました。腕の振りと反対方向に沈むツーシームになります。対左バッターのアウトコースに集まり、カウントを取る球として機能しています。最後にフォークですが、球速はおそらく130キロ前後、変化量は多い、変化タイミングは遅い、制球力はいいと思いました。3年生になりマスターした落差のあるフォークになります。精度は高く、大事な場面でもしっかり低めに集まり三振を量産できています。
またこの他にも精度が高く大事な場面でも投げ切れて打者の意表をつける緩いカーブや、対右バッターのアウトコースに集まりストライクカウントを稼げるスライダーも投げているようです。ということで、変化球の完成度は高校生としては最高クラスだと考えます。球種もかなり多いですし、そのどれもクオリティは高いです。またボールに角度がある投手なので、特に落ちる系の変化球は直球との判別が難しく、この精度でカットボール、フォークを決められると高校生バッターでは対応しようがなく、当然のごとく三振を量産できています。また2年夏の時点でカットボールはほぼ完成していましたし、その時は投げていなかったフォークも一瞬で決め球として使えるレベルに仕上げてきたのは驚きです。変化球を投げるセンスが非常に高い投手なのでしょう。では投球のまとめになります。この投手は長身細身の体格から角度のついた直球と多彩な変化球で2ストライクを作り、そこから右バッターに対してはカットボール、アウトコースの直球、左バッターに対してはフォーク、膝元のカットボール、インコースの直球が基本パターンのようです。ということで、これだけ変化球の完成度が高い高校生投手はそうそういないでしょう。打撃もいいですし、ピンチではボールを長く持ったり、とにかく野球センスが高い印象です。課題はとにかく直球の強さでしょう。このため変化球を十分に活かしきれておらず、試合終盤から捉えられ始める試合が多いですし、さらに上のレベルのバッターはもっと早く対応してくるでしょう。また2年夏の時点で総合力はかなり高く、あとは直球の強さを出すだけという感じでしたが、フォークを習得するなど変化球はさらに良くなったものの、結局最大の課題が完全に解消されるまでは至っていないのは気になるところです。ということで、先発投手としての投球の組み立てはすでに確立されているだけに、プロではまずは直球の強さを出すことがテーマになってきそうです。たださすがにプロでも直球で押せる領域までいけるイメージまではなく、あくまで直球をしっかり低めに集めて変化球で打ち取るタイプの投手になっていくでしょう。質の高いトレーニングをしていいものも食いまくって、身体強化に成功して直球のレベルが上がってくれば、プロでも総合力の高い先発投手として早めに出てくるイメージが描けました。はい、これで投球分析は以上になりますので、最終評価の方に行きましょう。はい、それでは最終評価になります。この投手は球の角度と変化球の完成度が際立つ、高校トップクラスの右腕になります。長身から低めに集める直球には角度があり打ちづらそうですし、変化球は高校生とは思えない多彩さでクオリティもどれもかなり高いです。ただ直球はドラフト上位指名候補としては少々物足りず、少しでも甘く入ると捉えられてしまいますし、スタミナ面の課題もありそうで、プロで活躍するには技術面というよりは出力を上げるかがポイントになってきそうです。ということで、身体強化にさえ成功すればローテ入りできるイメージができる高校生投手を獲得したい球団が指名してくるでしょう。となると具体的には阪神、オリックス、広島、ヤクルト、西武、ロッテあたりになってくるでしょうか。では最終評価の発表の前にプータロー式評価システムについて説明しておきたいと思います。最大5つの星の数で選手のドラフトにおける評価を表現します。星の種類が2種類あって、黒塗りの星は現在の実力を表しています。白抜きの星は将来的な伸びしろを表していて、今はまだそれだけの力はないんですが、将来的に黒星になる可能性があることを表しています。はい、それでは最終評価になりますが、黒星3つ、白星2つになります。ドラフト単独1位から外れ1位級と評価いたします。将来像は長身からの角度のある直球と変化球を低めに集める投球ができ、高校時代は出力不足でドラフトの順位こそ低かったものの、プロ入り後は出力を上げて本格派投手としてチームのエース格の投手に成長した、日本ハムファイターズの上沢直之投手がタイプとして近いと思いました。ここまでご説明してきた通り、この投手はピンチで狙って三振を取れるなど高校生離れした変化球の精度があり、直球も文句なしとまでは言えないものの着実な成長が感じられ、高校トップレベルの打線相手でも抑えられる領域まで来ていますので、黒星は3つ。一方で今後の身体強化で直球に強さを出して低めに集めさえすれば、プロでも上沢投手のような頼れるローテ投手に成長していくイメージが明確に描けたので、白星は2つ追加して合計黒星3つ、白星2つと評価いたしました。ということで、正直去年から猛烈に伸びた感じはないですが、着実な成長が感じられ、去年の高校生投手では一人もいなかった領域に到達したと思いましたし、
個人的には将来性込みで今年の高校生右腕でナンバーワン評価になるのはこの投手で間違いないと思いましたので、ドラフトでも1位指名は確定、競合を避けて将来性のある投手を一本釣りしたい球団が1位入札で指名してきても全く不思議ではないレベルの投手だと考えます。それでは最後になりますが、マウンドでの落ち着きにも何か普通の高校生とは違うものを感じましたし、今後は地道なトレーニングで着実に出力アップして、最終的にはローテ投手として大活躍してほしいと願っております。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになったという方は評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。私が次の動画を作る気力がちょっと増すはずです。では次の動画で会いましょう。プータローでした。